インドは世界で最も経済発展が早い国の一つで、保健、教育、整形など様々な分野でヒューマンディベロップメントが進んでいます。こんにちは、UNDP インド事務所代表の野田翔子です。本日は武見参議院議員をインドにお迎えしています。武見先生、よろしくお願いします。2022年、日本は UNDP のトップドナーでした。日本の皆様、ご支援本当にありがとうございます。本日武見先生と私はニューデリーの公立病院に来ています。ここでインドの保健医療制度が最新のデジタルテクノロジーを使ってどのように変革してきたのかを見ていきたいと思います。インドは UNDP の支援に基づき、保健家族福祉省がデジタル技術を駆使したプラットフォームである4WIN を開発し、新型コロナウイルス対策に生かしました。これによりインドは安全そして効果的に20億回分以上のコロナワクチンの接種に成功しました。4WINの導入によりタイムリーにワクチンが供給でき、多くの病院への必要量を的確に予測し、遠く離れた地域やアクセスが難しい地域での安定したワクチン接種が可能になりました。インドは記録的な速さでほぼ全ての国民に対し新型コロナウイルスのワクチンの接種を行うことに成功しました。今日こうしてインドが開発した先進的なワクチンデジタルプラットフォームである CoWIN を視察できることは大変に私にとって貴重な経験です。インドが CoWIN を通して培った成果は、デジタルテクノロジーがいかに早く効果的に、そして誰一人残さない形で保健医療サービスの提供が可能となるかを証明したと思います。このデジタルプラットフォームはインドの予防接種プログラムを強化するため約10年前に開発が始まりました。インド政府はワクチン供給システムのデジタル化が医療サービスの強化に不可欠と判断しました。こうした考えから EVAN と呼ばれるデジタルワクチン管理システムを導入しました。そして UNDP の支援に基づき、政府は EVAN をインド全土に広めました。医療従事者の方との対話の中で、EVAN は2014年の試験運用以来わずか4年間で9000万回分を超えるワクチンの廃棄を防いだことを知りました。投資1ドルあたり約 2.9 ドルという素晴らしい投資リターン効果があったそうです。インドのデジタル医療のもう一つの重要な点は、最近試験的に導入されたUWIN という名前のデジタルプラットフォームです。これは妊婦と新生児のための世界最大の予防接種プログラムをデジタル化したものです。 UWIN について私が感銘を受けたのは、これが既存のプラットフォームである EVAN と CoWIN を基礎としてインド政府によって開発されたものだということです。真の意味で誰一人残さない保健医療を実現させるために、こうした取り組みが世界中で再現されることを私は強く願っています。